アンジェラ・アーレンツは、アメリカ合衆国インディアナ州出身の実業家。アップルの元小売り担当上級副社長。2019年5月現在、エアビアンビー社外取締役である。2014年春、2006年から勤めていた、高級ファッションブランドのバーバリーの CEO を辞め、直営店部門の最高責任者として、アップルに加わる。同年4月に、 大英帝国勲章デームコマンダーを授与される。アップル入社初年度の報酬額が8260万ドル。2年目の2015年は2580万ドルと公表された。2019年2月5日、アップルから退職予定と発表され2019年4月に退職した。ホーブス氏の世界で最もパワフルな女性100人リストでは2016年25位に 選ばれている。アンジェラ・レンツ・アポインテッド・ツー・エアビアン・ビー・ボード・オブ・ディレクターズ。エアビアン・ビー・プレス・ルーム。2019年5月16日閲覧。アンジェラ・アーレンズ、直営店及びオンラインストア担当シニア・バイス・プレジデントとして、アップルに入社バーバリ CEO がアップルへ移籍。氏名は、中国と、iWatch。-wired.jp。W ハット AB 年俸99億。成功の秘訣は、部下とのコミュニケーション、アップル、ディアドラ・オブライエンをリテール及び人事、担当シニアバイスプレジデントに任命。アップルニュースルーム、2019年2月8日閲覧。アップルの役員についてディアドラ・オブライアン。アップル、2019年2月10日閲覧。アンジェラ・レンツ、ザ・ワールズ100モーストパワフル・ウィメン2016ランキング。 ありがとうございます。